今度は私が大きな事件だすったのは大手マスコミテレビ我々が受信料はやってる NHK も含めて全員が本当のことを報道しなかった皆さんこんにちは武田邦彦非公式ブログへようこそ本日は「本当のことが報道されない兵庫県知事選挙」というテーマでお送りします解説は武田邦彦先生ですそれでは動画をご覧ください えー、今日はですね、首相指名投票もありましたしね、国会では。それから私も名古屋市長選挙の応援で少し名古屋の市内を歩いたりしまして、皆さんと議論もしたりしましてね。えー、それから兵庫県の方は順調に色々事実が明らかにはなっております。えー、ネットを見ない人が全然蚊帳の外に置かれるかと思いましたら、立花さんの選挙ポスターに データを載ってたらしくて、それをまあ、お年寄りが見てたということもご連絡がありましてね。えー、少しほっとしております。まあ今日はですね、ちょっと私のことで恐縮なんですけども、頭を傷つけるマスコミのですね、ことはやっぱり自分のことも話しとかないかんと思ってですね、今まで私はあの、お釈迦様がね、ちょっと <laughs> とんでもない話なんですけども、お釈迦様が、えー、自分が嘘つかれたり、悪い人に陥れられた、したときね、 そういうのはもう無視しとかんでいんと。まあそういう、もともと嘘ついたり、落とし入れたりする人っていうのはね、立ちが悪いから、まあそういうところにこう、かかずらっているとね、自分が本当にやることができなくなる。っていうようなこともありまして、お釈迦様がそういう意図で言われたかちょっとわかんないんですけど、まあ一応一般的にもそう言われてますので、私もまあそれが本当だと思ってですね、今まであの、嘘をつかれても、まあ、三千トン的にはちょっと言ったんですけどね、 だけど、ま、基本的にはあまり嘘をつかれてもそれは反論しないことしてるんですね。だけど、それを続けてると、まあ、あの、今度の兵庫県知事ですね、斎藤知事が、おそらく多くの人に誤解を招いたのはですね、やはり彼も、えー、不当なことを嘘をつかれた時にあまり自分の口からそれに対する弁明はしたくないというふうに思ったんでしょうね。まあ、嘘をつく人って本当に嘘をつくんですよ。で、まあ、そういうことで誤解を招いたと思うんですね。 で、お釈迦様のことをもう一回私考えてみたらですね、お釈迦様の時は、えー、ネットもなきゃテレビもないし、支部もないんですよ。ですから、嘘つく人は誰かに直接嘘つくし、距離も近いですからね、多分。知り合いだとかですね。今みたいにこう、日本中全体に嘘をばらまくマスコミなんつうのはいないんで、やはりちょっとお釈迦様の言う通りもなんだなと思ってですね、今日はちょっと皆さんに許していただいて、私が、 テレビなんかに大きく嘘をつかれたことで、これも二つともまあある程度ですね、皆さんにも関係がある。私にも関係がある嘘が、もちろん私は直接嘘なんですけど、ちょっとこれ聞いていただきたいと思いましてね。えっ、ー、と、まず一つはですね、私が本当に地上波を、フジテレビのホンマデッカーは最後までゼロゼロって言ってくれたんですけどね。えー、その他のテレビがですね、私を出さなくなったのはですね、 ある時にこれ読売るテレビ系のあの放送だったんですけども、日本の女性がよく聞いてくださいね。日本の女性が韓国に行って、韓国の路上で日本人だからつって暴行されたんですよ。女性がですね。路上にひっくり返ってね、スカートなんか少しまくれてね、本当にかわいそうでした。その映像をテレビで見ました。その時、韓国の大学教授が僕の隣の隣にいましてね、 で、僕はもともとどういう考えかっていうと、日本と韓国って隣同士の国じゃないですか。いろいろ歴史的にはあったけど、それは隣の国ですからありますよね。イギリスとフランスだって100年戦争してるんですからね。あの、その時にあの皆さんもご存知のジャンヌ・ダルクが出てくるわけですよ。まあ、近い国ってのはそういうもんなんですね。ですけども今ね、イギリスとフランスだって露骨に喧嘩はしてないですよ。それが大人というもんですよね。 昔ね、100年間にわたって戦争してたから、今でもその恨みを持ってるなんてのは、まあね、ちょっと大人としては度量が少ない。という私考えなんですよ。私自身が。そういう考えなんですよ。ですから、日本の女性が観光でソウルに訪れて、ソウルの路上で、まあ日本人だからって,って腹立てたんでしょうね、若者が。それで女性に暴行したわけですよ。 それがテレビ画面にこう出てきたら私それ解説者として5人ぐらいいたんですね。で、僕がなんつったかっつったらですね、こういうことが起こる。つまり、日本の女性が韓国に行って路上で暴行されたってようなことが起こると、まあ、日本人もね、えー、男性だけで6000万人もいますから、まあもし韓国の女性が日本に今度来て、今度路上で日本の男性が暴行すると、 まあいうようなね、暴力の連鎖が起こることが考えられると。だからお互いに隣の国だから、こういうことをやめましょうって言ったんですよ。やめましょうと。ところが、私の言い方もちょっと悪かったかもしれませんが、途中でちょっと止められたことがあってね。それで不完全だったんですね。だけども、それで誤解されちゃいけないと思って、すぐ隣の隣にいた韓国の教授とですね、とにかく握手しましょうと。 僕らはこういうことがあっちゃいけないんだから。暴力があっちゃいけないんだから。ここよく聞くらいてくれね。暴力があっちゃいけないんだから、お互いにここで握手しましょうつって。彼は嫌がったんですけど。僕、もう強制的に握手したんですよ。仲良くやりましょうってこれから。そしたら、これが放送された途端に、誰から文句が来たかったら、朝日新聞と共産党から文句が来たんですよ。暴力容認をする人を出してどうするんだって。 これね、本当にずっと僕20年ぐらいテレビに出てたんですよ。で、僕が暴力容認じゃないってことはもうよくわかってるんです。たったその時に、それも暴力容認じゃないですよ。それを全般で僕が、これ言い方悪かったですね。全般で、韓国で日本の女性が路上で暴行するようなことが起こると、今度韓国の女性が日本に来た時に、日本の男性に暴行されるようなことが起こって、 こういう暴力の連鎖が起こるのが心配だから、こういうことがないようにしましょう、つったの。これも言い方が悪かったんですよ。何しろね、朝日新聞と共産党は僕をとにかく陥れようとしてるわけですよ。テレビに出たら困るんですよ。朝日新聞と共産党は僕はテレビに出たら困るんです。なんで困るかっていうと、朝日新聞と共産党の批判をしてるからなんですよ。批判はですね、私がテレビで批判して、もし問題があれば、 まあ、ブログでも、テレビでも、同じように私は同じことしか言いませんからね。僕にそれを反論したらいいんです。例えば、朝日新聞だったら、私は三つぐらい言ってるわけですね。一つは、産後ですね。これは環境の問題ですから、私の専門っていうか、そういうのをコメントするためにテレビ出てるんですから。朝日新聞が、産後が、こんなにひどくなってるっていう写真を一面に出した写真は、えー、私が聞いてるところによると、朝日新聞の人が、 海に潜ってナイフでサンゴをやっつけて、そして上がってきて、また次の人がカメラを持って、えー、海の中に入って、その朝日新聞が削ったサンゴを写真撮って、それを一面に出して、温暖化でこんなにサンゴがなってるっていう記事を出したんです。でそれは本当ですかと朝日新聞に。そんなことやっちゃいけないじゃないですかと。まさに人の頭を傷つけるわけですよ。 ねこれはやっちゃいけないじゃないですか。とこう言ったわけですよ。それから二つ目は新宿にですね、これもう知らない人多いんですけど、牛込柳町の鉛中毒事件っいうのがあったんです。これは牛込柳町の交差点に、えー、車が渋滞するんで、車のガソリンの中に入ってる鉛で中毒が起こってるっていうことなんですよ。で、これを僕が綿密に調べたらこれは嘘だった。こんなこと起こってないと。ところが朝日新聞はこれ1ヶ月か2ヶ月か連続的に放送してね、 それでガソリンからシーチュールナを取り除く一つのきっかけになったんですよ。で、これも僕はこれを本の方で追求したんですよ。ね。それから、まあ三つ目はもうもちろん皆さん知ってる韓国との間を著しく悪くした慰安婦事件ですよ。韓国との間がね悪くなった一つの理由、それからそのそこでテレビでね言った女の子が韓国で路上で暴行されたのはやっぱり僕ね、わかりませんがその暴行した 男に聞いてみないか分かんないけど、やっぱり、慰安婦事件なんかを出っち上げたわけです。あれは完全に朝日新聞が出っち上げたと謝りましたからね。そういうことを僕は言ってるので、それで締めたと思ったんでしょうね、朝日新聞は。僕は中途半端な言い方をした。切り取れば大丈夫なんですよ。全般だけ切り取ると。あたかも僕は、あの、こういう言い方ってテレビダメなんですよ。えー、今度のように、韓国の路上で、 日本の女性が韓国の男性に暴行されるのが起こるとっていうところから中抜きして、あの、日本に韓国の女性が来た時にって中抜きずっとして、日本の男性が韓国の人を暴行するようなことになる。ここだけをね、あの、しかも語尾を少し取ってね、やるんですよ。これをバーってやったんです、朝日新聞は。武田がこんなこと言った、つってで。僕はね、あの曲にはね、 これはあの、ちゃんと反論させてくれと、朝日新聞、誰が連絡してきたか分かんないから言ってくれと言ったんだけど、まあいろいろね、TBS と朝日新聞の間の関係もあるんでしょう。僕には連絡してくれませんでした。あと共産主義ですね。共産主義はもっと僕、共産党のためになると思って言ってるんですけどね、こっちは。共産主義ってのはロシアとか中国とか、それからカンボジアなんかで、共産主義のところで国民を大虐殺することがずっと行われてる。 これはマルクスが作った共産主義というのと考え方が違うんです、今。皆さんが共産主義とマルクス、マルクスが共産主義の理論を作って、それで共産主義が成立したと思っておられるけども、そういう例は今のところないんですよ。<laughs> まだないんです。マルクスの資本論のことは、今度きちっとお話しますけどね。ですから、共産党と名乗る限りは、日本の共産党は虐殺しないと。 いうことをはっきりしないとダメなんじゃないかということを言ってるわけですよ。それだと思いますよ。共産党があと僕を攻撃してくることはないんだから。言ってないんだから、暴力容認なんだ。僕もともと暴力容認じゃないんですよ。どっちかあったら共産党は暴力容認なんですよ。これはマルクスが言ってることじゃないんですけどね。だけども、確立した体制を覆すには暴力しかないっていうようなこともね、共産党は言ってましたから。今の共産党は本当はそうですかと。共産党が 政権取ったら日本人を虐殺するんですかと。これはっきりしてくれはる曲言ってるんでね。まあ今度はあのそういう言い方ではなくて、マルクスの理論とソ連共産党とは違いますということを言った方がいいかもしれませんね。まあいずれにしても、このこれによって僕は暴力容認派だというふうにね。いや僕はね、暴力容認派だというようにもう一つね、攻撃してくる人がいるんですよ。それはね、何かあったらね。 僕は前の戦争、大東亜戦争でね、一生懸命頑張って戦地で死んだ日本人、僕あのお父さんお母さんは、本当によくやったと思ってるんですよ。何も悪いことない。軍部も悪いことない。天皇家かもちろん悪いことない。そういうふうに悪いことをしたっていうことを洗脳したのは、実は朝日新聞を中心とする新聞が日本人の頭を傷つけただけなんですよ。これを暴力容認とくるんですよ。ええ。 た武田はもともと暴力容認なんだって来るわけですよ。えー、このね、コメントでも KD なんとかさんっていうのがね、本当に立ち割り。本当にマスコミと同じ。人の頭を傷つけようと思って一生懸命。えー、私がナチスを冷散した。ナチスなんか全然冷散してないですよ。だけど、なぜドイツ人は、ドイツ人バカじゃないんですよ。バカじゃないドイツ人がなぜ、 ナチスが第一党、それも絶対多数の第一党になり、全権移民法の時には90%を超える賛成票を投じた。なぜあの冷静でちゃんとしたドイツ人がナチスを応援したのかということを僕が説明した。ね。そしたら、それがナチス03だったんです。ナチスはね、全権移民法が通ってから、やっぱり体質が変わっちゃったんですね。えー、それはね、そういう人間っているんですよ。 なんか自分が議員になるとね、議員になるまでは結構謙虚だった人が、議員なんて途端にこんなにやばってると。議員っていうのは国民が雇ってる雇い人ですからね。だけどそういうのはいます。まあ今日は日本に住めなくなると言ってないっていうのは後の機会にもう一回言います。これは皆さんにも深く関係することで、これもマスコミの相叩きに会いましたね。ええ。だけど私は反論しませんでした。 ある時に私が生でマスコミに出てる、テレビ出てる時に、地上班出てる時にこれ言われましてね。えー、えええって言っただけなんですよ。だってこれは僕の本に書いてだったって言うんですけど、僕の本読んでみればわかるんですよ。読まないんです。絶対読まないんですね。ここのコメントを言ってる KD さんも、武田はこんなこと言ってるって言ってません。書いてません。<laughs> 全然。ただ、マスコミが煽ったことをまた言う、今度の兵庫の マスコミが間違うとね、間違って、悪意で間違うと、僕らも間違っちゃうんですよね、マスコミを信じてると。結局、結局私は日本に住めなくなるなんて言ってないんですけど、マスコミがまずわーっと言ったんですよ、地上波が。そう言ったために、これはなんでかっていうと、僕の原発に対する態度が尺にあるんです。だからこう言ったんです嘘を言ったんです。誰も本読まないだろうってうんで、やったんですよ。そしたら KD さんもやっぱりね、 本読まないで言ってました。というのは、よっぽど理解力がない限りは僕の本読んだら、僕が日本に住めなくなるなんて言ってないってことはよくわかりますからね。ただ、どういう時に住めなくなる原発がどうなったら日本に住めなくなるとこう書いたの。そしたら、原発がどうなったらってことは言わずに、日本に住めなくなるっていうところだけ取るんです。ねえ、だからまあ今度の兵庫の斎藤さんも随分悔しかったでしょう。だけどやっぱり今日僕が、 自分のことをこう、言い訳っていうかね、本当のことを話しました。これを日本人は、そんな言い訳なんかするなってこと、こういうことを思ってるとね、マスコミがそれにつけいって、日本人の頭を傷つけます。頭を傷つけられたら、それは、その傷つけられた人の人生が狂いますね。僕は、KD さんは、非常にあの、人に恨まれると思いますよ。いい人生は送れないと思います。それはね、人に対して嘘を言い続けるってことは、 やっぱりそれはね、いい規制になりません。ね。それも、マスコミによって頭が傷つけられる。今度の、兵庫の知事選に関する、我々の頭は全部そうでしたね。マスコミの報道によって自分の頭が傷つけられて、傷つけられた頭で他の人に言ってしまう。ということが起こるんですよね。だから本当に頭を傷つけるっていうことは、本当に良くないことですね。この、我々がね、お釈迦様の時代と違って、 直接的に話を聞けないで、マスコミを介在して話を聞きますから。マスコミはそれをね、狙ってね、やってるんですよ。本当はそんなね、品性の悪い、貧弱なマスコミを日本で降りたくないですけど。今度は私が大きな事件出したのは、大手マスコミテレビ、我々が受信料流行ってる NHK も含めて、全員が本当のことを報道しなかった。これは大変なことですよ。 えー、マスコミが全部揃って嘘を言えばね、日本人の頭は傷つきます。と思って私も勇気を振るって、今まで全然言ってなかったんですね。あいずれも10年ぐらい経ったものなんですよ。今でもこれ言ってくんです。KD さんなんかこれ言ってきますからね。だから、まあ本当に人間っていうのはどんなに悪どいのか、悪どい面を持ってるし、いい面も持ってるしね。しかし日本人はいい面だけで生活しましょう。 え、同じ日本人ですから、嘘ばっかついて少しぐらいのお金を取ってもどうにもなりません。KD さんはこのブログを読むのをやめてください。嘘つきですから、あなたは。はい。さて、いかがでしたでしょうか。マスコミは切り取りによって嘘を広めます。武田先生も兵庫の斎藤知事と同じく、マスコミの被害者なのです。以上、武田邦彦非公式ブログでした。 チャンネル登録がお済みでない方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。